だまだ小さな瞬きのような物語。それでいい昨日と違う今があって明日がまたやってきてくれればいい熱しやすく冷めやすいのあまり深追いするのは危険ね悪気はないけどごめんね昨日今日の話じゃないのね見上げたらちょっといい感じ壊れやすく儚いもの